英寿協会英寿協会は、ドイツ連邦共和国ブランデンブルク州のポツダムにあったバロック様式の福音主義協会である。1918年までは、プロイセンの両方協会であった。元は、プロイセン君主のための改革派協会として建てられたもので、1817年に改革派協会とルター派協会が合同してコプロイセン。 合同福音主義協会が設立された際に合同協会となった。プロイセン王、フリードリヒビルヘルム一世が、ポツダムの宮廷と中東兵のための協会として、建築家、フィリップ・ゲル・ラッハに建築を命じた。1732年8月17日に奉建され、すぐに軍民問わず多くの信徒が参詣するようになった。 フリードリヒビルヘルム一世は1740年の崩御に際して自らを英寿教会に埋葬するよう遺言し、その希望通りこの教会の墓地に埋葬された。1786年にはフリードリヒ大王も埋葬されたが、これは本人の意思には反するものであった。ロシア皇帝アレクサンドル一世とナポレオンは英寿教会にフリードリヒ大王の墓所を訪ねている。 英寿協会は最初に自由選挙で選出されたポツダム市議会が開かれた場所であり、またルター派協会及び改革派協会が両者の合同を祝った場所でもあった。ナチスは自らをフリードリヒダ王を含むプロイセン王国の伝統の継承者に位置づけ、さらにこれらの孤児を 自らの権力掌握の正当性の根拠とすべく、1933年3月21日のドイツ国会開会に、先立って英寿教会で式典を開催し、この日をポツダムの日とした。7月20日事件の主要メンバー及びその家族も、英寿教会にも出ている。新郎と四郎は1945年4月14日深夜から15日未明に、かけての空襲で破壊され、 外壁のみが残った。1950年には、首郎の十字架上の壁の内側に、聖十字教会が建てられ、1968年、夏まで信徒が集まり拝礼を捧げていた。しかし、ドイツ社会主義統一党、第一初期バルター・ウルブリヒトは広がる抗議運動を無視して残った、外壁もろともすべて破壊するよう命じ、1971年に、 コンピューティングセンターを建設した。英寿協会は2004年からクロス・オブ・ネイルズに加入している。2004年に熱心な市民が非営利団体として英寿協会再建推進委員会を設立し、2008年6月にはポツダム英寿協会財団が設立された。どちらの団体も英寿協会を市民のための教区協会としてでだけではなく、将来にわたって、 ドイツとヨーロッパの協力が可能かつ不可欠であることを思い起こさせるものとして再建するため共同している。2013年には文化、メディア連邦政府委員会が英寿協会を重要文化財に指定し再建資金として1200万ユーロを拠出した。ありがとうございます。